皆様、こんにちは。ゆずきゆかりです。今回の動画は、キャプチャーボードの開封動画にしたいと思います。アバーメディアの 4K、バススルー、1080p、60fps に対応したゲームキャプチャーです。PC モードと単体モードがありますが、今回の動画は単体モードで進めていきたいと思います。中身の紹介をしていきたいと思います。まず、最初に本体ですね。パワーダイレクター15のライセンスキーコードカードが付いています。マイクロ SD カードです。注意してください。クラス10を買ってください。でないと録画はできません。ヒコさんも、このことに気がつかずにクラス4を買ってしまい、2日ほど苦しんでいました。ですので、買うときに間違わずに、クラス10のマイクロ SD カードを購入してください。こちらは iPhone の変換器です。こちらはモバイルバッテリーです。HDMI ケーブルをインに差し込んでください。iPhone の変換器に HDMI ケーブルを差し込んでください。携帯に差し込んでください。
プラス10のマイクロ SD カードを入れます。モード切り替えスイッチは単体録画モードに合わせます。赤く光っていたら警告の意味です。青く光っていたらスタンバイ OK の意味です。ボタンを押すと、ゆっくり赤く点滅すると録画している意味です。ボタンをまた押すと青く光ります。録画終了の意味です。実況動画をやるときは、マイクやヘッドホンを使います。今回はヘッドホンにします。動画は以上となります。この動画が良かったと思う人は高評価でお願いします。チャンネル登録してくれたら嬉しいです。ではじゃあね。